あとはピエール北川アナウンサーに、レースアナウンサーバトンタッチしたいと思います。この後皆さん熱中症に気をつけて楽しんでくださいね。ありがとうございました。いるよ。あ、いるよいるよ。もういた。いる。もういた。はい。もういた。お疲れ様でした。はい。はい、次の賞金の話は盛り上がったの。賞金の話ね、あの盛り上がりましたよ。盛り上がりました。はい。次のねーチームはすごいよ。賞金に飢えてるから。飢えてる。飢えてる。たっぷりがっつり持っていくつもりですか、ね。もうねみんなプロでね、もう賞金あってなんぼの話ですからねやっぱりね。はい、賞金の話するとテンションが。そう、ね、もう最初から賞金の話しかしませんからね皆さんね。はい、はい、ということで、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあそれではですね改めまして皆さん鈴鹿天一ご来場いただきましてありがとうございます。夏の日差しそしてねこのね蒸し暑さもういかにもなんかね夏の鈴鹿だなっていう感じがいたしますけれども、さあここからはですね私ピエール北川が司会を交代させていただきまして、メルセデス AMG そしてチームグッドスマイルから3選手ご紹介をいたしまして登場していただきたいと思いますのでお付き合いください。ではご紹介いたしましょう。メルセデス AMG チームグッドスマイルから今回で2回目の参戦となります谷口信輝選手、片岡達也選手、そして小林佳美選手、はい、大きな拍手をお迎えください。どうもこんにちは。こんにちは。いきなりなんか香港のチームみたいな掃除の仕方やめてもらえませんか。はい、ということでお金にうるさい3人でございます。大きな拍手よろしくお願いします。え、なんて、お金にうるさい。お金にうるさい。はい、はい、そうですね。まあまあ、だあの高級な椅子をご用意しましたんでどうぞおかけいただいてね。カムイさん、カムイさん随分なんかこうクールに登場してるじゃないですか。朝からなんか体調悪いんですか。いや違います。なんか大丈夫ですか。はい、今宿題がねすげえ面倒くさくてね。宿題、はい、夏休みやから。違います。え、走ると、はい、AMG から宿題を出されるんですよ。え、ホームワーク。違います。その宿題じゃなくてレポートみたいなのが今初めてやったんです。すっげえ細かくて、はい、苦戦中でございました。そういうあれがあるんですか。ドライバーになんかなあれやこれやをリポートしてくれみたいな。多分パフォーマンスチームとかそのワークスはずっとやってるんでしょうが、はい、我々は今日初その宿題を課せられて、僕はとりあえずパッと開いてすぐ対応できなそうだったんで、これ終わってからゆっくりやろうと思って多分ずっとやってたんです。あ、そうなんですね、はい、なるほどね。いろいろそういうなんかメーカーはメーカーでやっぱりねこうなんていうんですか、ナンバーワンというかちゃんと有力なチームにはそういうねサポートをする代わりにいろいろとやってくださいよっていうのがあるわけですね。谷口さんは大丈夫、宿題は。いやいや、全部英語で来るじゃないですか、はい、通訳の人にやっといてっつって渡してこっち来ました。スターは違うねやっぱりね、やっぱりスターは違いますね。ちゃんと周りにそういうブレーンがいらっしゃるわけだ。はい、任せるっつって出てきました。トークショー行ってこなきゃいけないからっつってそうですか、はい、やっぱりね、まあ、ファンの皆さんの前でいろいろと楽しいトークもしていただきたいんですけども、まあまあでも谷口さん、はい、今回で定位置2度目のね、こちら大会になりますけれども、はい、去年は日本人として皆さん日本人チーム、日本チーム最上位ということで5位フィニッシュ、大きな拍手いただきますか。よろしくお願いします。 ありがとうございますって言うべきなのか分かりませんけども、はい、5位なんでね、まあ賞金総額が1億円というこのレースで、あら、去年我々600万円しかね持って帰れなかったので、おちょっとね、はい、取り足りないなと。なるほど。でも600万だったらいいじゃないですか。3人だったら200万ずつ喧嘩しないじゃないですか。3人で割らなかったね。割る人多いんですよ。割る人多いんで、ええ、600万ぐらいだと、はい、まだそんなにあれですね、満足できない感じ、潤わない感じ、潤わない感じ、はい、あれ取り分は一応均等なんですか。走った分のこうなんか安分でこういろいろやったりとか、年齢順ですね。そうすると谷口さんが一番こうがっつりもらっていって、次に片岡さん、違いますよね、やっぱ残りの時間考えて必要数で若いほど残り必要だから。なるほどなるほど、今後の人生においてなるほどね、まあでも600万じゃちょっとなっていうような話なんですけど、はい、通常の日本のレース、他のレースと比べると、はい、600万、はい、チーム取ったっつったらね、すごいです。おー、いいじゃんって感じじゃないですか、はい、まあどんだけ日本の他のレースがしょっぽいかですよね。きっついこと言いますね、これがね、まあ、はい、やはりこの鈴鹿さんがやってくださってるこの鈴鹿天一、やっぱ賞金がね、はい、こうもう人参としてぶら下げられてますから。そうですよ、やっぱやる方もね、テンション違いますよね。あ、そうか、はい、まあ、国内の GT ではねお二人でペアを組んでますけど、今回はやっぱりほらちょっとね、ハイソサイエティな生活をされている
はい、小林カムイさんっていう方がいらっしゃるので、日本を代表するトップドライバーが来たわけじゃないですか。そうですよ、それたくさん走ってもらいますよ。はい、今日も最後頑張って順位上げてましたもんね、フリー走行でね、ギャッとチームベストタイムバーンと、はい、カムイさんが。そうですね、まあ、それは置いといて、ずっと走ってない間は、はい、誰がどれだけ走るかっていう会話がね、終わんないですよ。わかります？なんかほとんどなんかみんなでなすりつけ合いをしてるっていうか。そうです、そうです、まあ、特に明日のね、最後の一番暗いところ、はい、誰が走るんだっていう夜ね。夜です、はい。ああ、夜間手当とかはつかないんですか？夜間手当はつかないです、ね。あ、つかないんだ。はい、で去年僕一番最後担当して、はい、すごかったね、あれね。普通に行くと、はい、スタートドライバージュスティントだから、はい、スタートドライバーが去年スタート行きました、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 の10になるわけですよ、うんですね、普通に行くとね、だから今年はまあ、あっちがスタート行くのかこっちがスタート行くのか知りませんけど、まあ、とにかく終わりをあちらサイドで終わってもらおうと。あれですか、それはやっぱりこう年齢を重ねていくとだんだん夜がちょっと見えにくくなるとかそういうことではなくて。見えないなぁ。いや全然見えないよね。なのに昨日夜ずっと、いや僕も最近目が悪くて見えないんですよっていう見えない合戦。そうなんてか、まあまあいろんな24時間レースやってるでしょみたいな。応援がしがいがない。もうダメだ。あのね、頑張ろうよ。カムイ32です。2でしょ、40でしょ、48でしょ、誰が頑張るべき。そうでしょ、一番若いドライバーですよね。でもね、でもね、皆さん考えて、どうして目が悪くなりますか、うん、携帯ですよね。携帯電話出てきたタイミング一緒ですよね。バカ野郎。まだカムイがこんな頃からもう俺持ってるよ。それ結構でかいやつで、まあ、まあまあそうは言ってもですよ、ね、この3人が揃うっていうのはね、もう日本でもこの回しかないし、はい、ね、まあ本当にドリームチームなわけですよ。まあ優勝賞金が3000万です、はい、まず、はいはい、ね、であとポールポジションを取ったりとか、ね、ファステストラップだったり1時間あたりのトップだったりボロボロ総額でやると、まあ4000万以上はパーフェクトでいくと取れるわけですよ、はい、ね、やっぱり600万から考えると桁が違いますね、やっぱりね。片岡さんなんかもやっぱりね、そうですね、はい、せっかくくれるっつってるのに、もらわずに帰るのはそれ、そうですよ、すごくもったいないじゃないですか、ただですね、はい、世界中から取りに来てるやつがいるんですよね。また DTM のチャンピオンはいる、ルマンでねやってる人もいる、まあ、もうファクトリーのドライバーたちいっぱいいる。あの昨日ね半分冗談で言ってたんですけど、はい、今年明らかにチーム一つ一つのパフォーマンスを上げてきてるんですよ、ドライバーの集め方が、はい、去年も出てたんですけど結構散らばって乗ってたりしたんですけど、絶対取るぞっていうチームが各メーカーにこういるわけですよ、はい、でこれはなぜかという時に、昨年はいきなり1億円って言われても、はい、本当に払うのかと思ってたと思うんですよ、で多分去年レースやって本当に払うじゃんってことでこれみんな集まってきちゃったんじゃないかなと思って。なるほど、日本人はやっぱりちゃんとその辺は信用できるだろう、やっぱちゃんと払うよっつって。そうか、だからみんなで行こう1億円みたいな。だからミカハッキネも来たわけなんですね。そうだね、そこか。やっぱりミカハッキネンが動くっていうことは、カムイさんそういうことですか。だってあの脇坂だって去年出てなかったよ。兄弟で出てますから ね、 ね、あの方も結構好きな方ですよね。いろいろとあっちかね、あっちかね、好きね。でもプロのほら選手だからやっぱりね、こう走ってやっぱりそれに対する対価っていうのはやっぱりね、やっぱり一番モチベーションも上がるわけで、もですし、やはり僕らレーシングドライバーは、はい、これからの若者やちびっこにね、うん、ああいう風になりたいって思われなきゃいけない、憧れられなきゃいけない立場なんですよ。それ大事。こうやっぱり賞金ポディウムでね、賞金ボードをバーンと上げて、うん、はい、やっぱり、ね、昔言う長者番付とかにね、ちゃんと名前を連ねてってならないと憧れられないじゃないですか、はいはい、まあ、確かにそうだよね。あの本当だから ね、 ね、長者番付に乗るぐらい稼げたら、多分そういうドライバーたちは次の若者のためにチーム作るぐらいに余裕できますから。あー、そうか、はい、そうすれば回ってきますよ、回っていく、はい、なのでお願いします。なのにね、某レースはね、自動車メーカー系がすごいやってるくせにね、もうそろそろその辺にしてもらっていいですか。もうそろそろその辺にしてもらっていいですか。定位置の話しましょう。ドライバーの、ね、サラリー上げろっつーの。もうそろそろいいですか、ね、ね、いやいや、でもあのグッドスマイルレーシングはほらある意味ね、うちのチームは本当、よくしていただいてて、はい、あのサラリーもしっかりもらってますし、そうですね、体制もあれですし、一番プロフェッショナルなチームかもしれません、メルセデスから車もあてがってもらえますし、最高ですよ。
はい、体勢としては最高のチームグッドスマイルレーシング最高です、はいはいねはい、ありがとうございます。まあね、本当にあのファンの皆さんもね、初音ミクのカラーリングで、そういえば今回のプログラムで、はい、初音ミクの歴史みたいなね、初音ミクのレーシングチームが立ち上がってからのグッドスマイルの読み物として結構たっぷりありましたよね。そうなんですか、読んどいてください。見ました、見ました、見ました、はい、はいはいはい、谷口さんとアッキさんの記事で、うん、あの記事はよく書けたなっていうぐらい谷口さんがちゃんとインタビューに答えてなかったっていうあの裏話がありましたそうだった聞かれたことは一切答えないで出来上がった記事があんな立派な記事だったんで、はい、ライターさんってすごいねっていうね、やっぱそれぞれのプロフェッショナルの皆さんがやっぱいい仕事するといいものが出来上がるわけですよ。はい、まあ、本当はあのグッドスマイルという意味ではもうこのね最後は笑顔になっていただいて、はい、はい、終わっていただきたいなと思うわけなんですけれども、まあまあでもね今回本当に10時間、昨日まで土砂降りの雨でなかなか走れなかったわけで、今回もこのねドライコンディションでいきなりもうこれで予選じゃないですか。そうどうですか予選への展望は。あの我々やっぱり鈴鹿サーキットは死ぬほど走ってますからあの海外勢に比べて1日の長があるはずなのに、はい、ないね。去年もそうだったんだけど強いね彼らはね。早い早いね早い早い、うんうん、できればやっぱりでもスパのねやっぱりそういったいろいろ経験も生かしてもらいたいなと思っているので、うん、ちょっと今後遺症を僕持ってるんですけどね、あ触れてほしくなかったそこは。そうですね、まあ、まあいいんですけど、ただ本当にね、コースというよりはタイヤなんですよね、はい、タイヤ か, だからピレリのこと一番知ってる方がほらそこにいらっしゃるから。もう何年前の話ですか。あのデリケートなピレリのタイヤをうまく使いこなしていた。でも、このまた GT3 とピレリだと全然違うんですよ。あ性格も違うんですか。違います。あそうなんだ。だからね一概にね、まあ、同じピレリなんですけども、まああのなかなか扱いが難しくなってます。あ正直そうなんですね。じゃあ片岡さんちょっとあれですね、小林カムイ選手の経験値っていうのはあんまり期待できない感じなんですね。いやいや、まあ、あの経験値っていうよりはもうカムイのスピードに期待してますから。スピードに、はい、うん、だって今スピードだけだったらもうピカイチでしょ。カムイがピカイチだと思いますよ。今シーズンでもねスパは出られませんでしたから、はい、あのそういった意味では AMG で乗るのはこの週末が初めてなわけでしょ。今シーズンそうなんです、はい、だからまああの1年前になって結構不安だったんですけど、はい、乗っちゃえば、まあ、意外に乗れちゃうんで、まあ、あとは詰めれるとこ詰めてっていう感じだと思うんですけども、うん、やっぱりまあ10時間耐久なので、はい、僕らまだショートランしかできてないっていうところで、まあ、レースになるとみんなどうなるか分かんないっていうのが本音ですね。あのタイム今ポジションこういろいろメーカーごとに違うんですけど、はい、これが多分レースになっていくとガラッと多分変わってくるんで、なるほど、そこは多分レースになると楽しみかなと思います、はい、今日のあれはあれですよ、予選は3人の合計タイムでまずポールシュートアウトに進出できるかどうか決まりますよね、はい、ただあの今朝ね、今週初ドライ履いて、チームもスパで経験を積んで、はい、我々も経験を積んで、よしって言ったんですけど、あれみたいなむちゃくちゃフィーリング悪くてあのそう普通は車と人馬一体になって、鈴鹿サーキットをこう攻めるって感じなんですけど、はい、車と全く会話にならなくて、乗りにくっていうねしかも時間ないってことで、はい、あ正直今から予選行くのは全く自信ないですまあ、あの賞金の話よりもとりあえずまず予選をちゃんとうまくこなせるかどうかがちょっと不安になってきたという。まずあのシュートアウト、はい、ポールポジション、ポールシュートアウトですね、はいはい、に残れるかどうかちょっと心配ですけども、ちょっと皆さん不安がってますので応援の拍手いただけませんか。皆さんから優しい、はい、去年もねこの拍手がグリップ力アップに下がんねえかななるってそう不思議なグリップを感じるから、はいはい、あの去年あれだけだって片岡さんがね走ってる時にねベントレーと、はい、もう追い上げられてるベントレーと共に戦ってる時に、はい、ありがたい応援がありました。すごい応援がありましたから鼻血出しながら走ってましたからね。そうそうそう、最後降りてきたら鼻血出てたっていうね。途中でね出たなとは思ってたんですけど乗車中は夜だし確認できないんでね。そうですね、降りてからあ出てたなみたいなまあでもあの去年はやはりあの、はい、その何ですかシュートアウトでアタックできずに終わって、はい、そっかかなり後ろのグリッドから出て、そうでしたね、5位だったわけですよ、はい、まあ、なのでそのロングランに関しては、はい、まあ、まあまあ自信はあるというか、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、4000万以上稼ごうと思うと、はい、やはり前の方から出ないとですね、そうですね、厳しいと思うので、まあ、なるべくね、はい、予選も頑張りたいなと思うんですが、はい、まあ、まずはそのポール、シュートアウト、シュートアウト、うん、あれに行って去年シュートアウトに残ったんだけどアタックできなかったんで赤旗出てね、
そうです。あのミスター K っていうのが 砂にハマって赤かかれて。ミスター K が。ミスター K っていうのが。うん、はい、ということで、まあ、今回はうまくいけばミスター K の活躍でグイッといきますか。いやミスター K のせいでダメだったら、まあ、こっちもミスター K か。まあ、俺もミスター K だけどね。あのそうだと、ミスター K だらけですね。すみません。話がややこしくないですか。ちなみにシュートアウトは誰が行くの？分かりにくいから K グレっていうところか。K グレ。K グレ？去年は砂にハマってるのは K グレ。K 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 グレ定消し。それ、まんま名前言っとるじゃん。K グレ。生で焼肉食べた人？あ、みたいね、昨日ね。うん。うん、シュートアウトはカムイです。カムイさんで、あのドライバーグレードが、そう、ああそうかそうか、なんで、ああプラチナです。プラチナ、はい、ゴールドゴールドなんで。なるほど、やっぱりハイソサイエティな生活をされている方はプラチナなんですね。はい、うん、全然してないですけどね。まあじゃあこれから予選とそして明日の決勝に向けてそろそろちょっとお時間もなくなってきましたんで、まあね、去年よりは桁を変える賞金を獲得できるというちょっとそんなレースを見せていただきたいなと思うところで、じゃあ谷口さんから一言ずつファンの皆さんに。はい、はい、今回のねビッグな賞金レース、はい、鈴鹿さんはですね、キャッシュでくれるということなんで、ポディウムの上から優勝してね、はい、4000万をばらまきたいと思います。おお、嘘ですよ、まずキャッシュでくれないですから。くれても巻かないです、ね、巻かないです。でも、まあはい、この鈴鹿サーキットの夏のねこのお祭りレース、はい、昔から続いてますけども、あのポディウムが最高に気分いいので、気持ちいいでしょうね、久しく登ってないので、ぜひあそこに登って下からフラッシュたかれて、はい、気持ちよく終わりたいと思いますので、皆さんぜひ応援してくださいっていうことと、サイリウムは緑色でお願いします。サイリウムは緑色でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、谷口信輝選手ありがとうございます。さあ、そして片岡達也選手。はい、まあ、去年もねすごく最後応援してもらえて、まあ日本のレースで日本のチームでなんですが、はい、やはりこういうレースになると去年はこう日本代表のような気持ちでね、走らさせていただけたので、まあ今年ももちろんね日本の代表に、なるつもりで頑張りますし、この賞金をですね、はい、日本の外に持ってかれると困ってしまうので、なんとか国内に留められるようにですね、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、片岡達也選手ありがとうございます。さあ、そしてミスター K お願いします。なんかややこしくなってきましたね。小林香美選手、はい、はい、まあ今年は去年が5位だったということで、もちろん期待はそれ以上なんですけども、さっき片岡君が言ったようにライバルが強くなってきてるということで、はい、まあ、これは気を一層引き締めて戦わないといけないなというつもりで、今います。まあ、予選がこれからということで、この予選からすごく接戦になると思うんですが、とりあえずできるだけ一つでも外国のチームに負けずに、一つのポジションでも前に行けたらなと、頑張るので皆さんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小林香織選手、さあということで、昨年で日本チームとして、最上位の5位というフィニッシュをぜひ遥かに超えるね、今年はいい成績で、そして賞金をがっぽり持って帰っていただきたいなと思っておりますので、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、チームメルセデス AMG グッドスマイルのお三方、もう一度大きな拍手いただきましょう。谷口信輝選手、片岡達也選手、そして小林香織選手、ありがとうございました。宿題頑張ってね、宿題ね、夏の宿題。